皆様こんにちは、ゆめのです。今週もですね、ミニマリストを目指しまして、捨て活記録動画を撮っていこうと思います。それでは始めていきます。はい、今日なんですけど、第78回目の捨て活記録動画になるんですが、いつもはね、ちょっとその手放すものをこう紹介しながらになるんですけど、ちょっと今日は衣替えの時期になっていて、で、私がちょっと今日手放すものと入れ替えをするんですね。なのでちょっと金土で前編後編というか、なので今のところその手放すものをここに揃えてはいるんですけれども、これが金曜日の動画で、土曜日の動画で多分これとかそうなんですけど、押し入れにかかっていると思うんですよね。入れ替えるところを今から取ろうとしているので、まあ、これに関してはもう本当に雑巾にしちゃうんですけど、なのでちょっと前編後編という感じで捉えていただければと思います。はい、今日はもうすべて処分になります。はい、あともう一つ言っておくと、その土曜日の動画はですね、これから撮るんですけど、そこでもしかしたら手放すものが増える可能性もあります。はい、そんな感じで始めていきます。で、まず今言ったやつなんですけど、これですね、私がですね、もう夏はですね、もうここ何年もなんですけど、ユニクロの白の T シャツを2枚か3枚買って着回すっていう、もう夏のトップスこれだけっていう生活を送ってまして、私寒がりなので結構この長袖のニットを着ることも多いんですよね、夏でも。なのでちょっとこれはもう一夏ですね、着倒して なんかもう袖を切ったらなんか使えるかと思って、これに至っても切っちゃってるんですけど、ちょっとあまり見せるものでもないかなとは思うんですが、このエアリズムなんですけど、ちょっとねこの辺がもうちょっと色が変わってきていて、本当に夏はこの3枚しか着ていないので、 T シャツはちょっとね、もうこれはさすがに3枚とも手放します。私はもうこういうやつはですね、正方形とかにカットして床を拭くときにね使うので、これは自分で後でカットして、雑巾になるので、これはもう手放します。3枚ですね。本当にこれ去年買っておいたんですけど、今年ももうこれを買おうと思ったら、もう買おうと思った時にはユニクロに在庫がなくって、取り寄せとかもできなくって、結局一番有名な白 T ですね、ちょうどその私もそろそろ首元をね隠すような格好がしたいなと思っていたので、もうこれは諦めて、これはね手放します。はい、で、お次がですね、スマホを非常に外に持って出る人間なので、そしてガンガン使う人間なので、もう捨てるのかと思われたらごめんなさいなんですが、これですね、以前紹介したシーンというね通販ですね、そこで買ったスマホケースですね、すごく気に入って使っていてですね、この映っているのでわかるかと思うんですが、この曇り具合で映った絵ができるかと思うんですが、結構透明なので指紋とかが結構ついちゃうんですよね。プニプニしているので、こういう画面クリーナーとかでは綺麗にならなくて、でかといって除菌ティッシュとかで拭いちゃうと跡が残っちゃうので、結局ねかなり汚れちゃって、でもねこれすごく可愛いんですよね。で今年機種変をした、機種変というかその新しい iPhone を買ったので、それのものを探していたんですけど、どうしようかなと思っていて、これが8プラスと12なんですけど、どうしようかなと思っていたら、もう早々とですね、8と12と14のケース3個とも取り扱っているところがありましたので、それがあったので、まあこれも結局300円しなかったんですよね。だったらもう買えちゃおうと思って、もう最初その予定で買っていて、もう200円300円ならもう使えなかったら1ヶ月でもいっかっていう気持ちで買っていたんですよね。だってこれが300円以下ってもう100均でもこんなクオリティの高いものないじゃないですか。しかもねここにストラップつけれるしね。なのでこれはねもうかなり使って、もう本当にね曇っちゃってるんですけど、なので新しいのを買いました。で、それは土曜日の方に紹介しますね。入れ替えという形で。今回3個買ったんですけど、めちゃくちゃ可愛いです。300円以下です。本当にね、楽しみにしていてください。本当に可愛いです。でですね、次が、これはですね、発掘されたんですが、私の家族がですね、時々急に物を片付けるという変わった
家族でして、で、これは誰のだっていうことで問題に上がっていまして、これですね。ドライヤー、こんなオレンジのドライヤーなんですけど、これ壊れてるんですよ。多分伝わってなかったんですよね。捨てておいてって言って渡したはずが、取ってあったようで。でも、これは壊れてるので、もう捨てるしかないんですけども、ちょうど今日渡されたので、これね、捨てます。私結構ドライヤーっていいのを使ったことなくって、基本的にカタログギフトあるじゃないですか。あれでだいたいドライヤー頼むようにしてるんですよ。髪を綺麗に保つとかそういう考えがあまりなくって、髪も結構強いので。なので乾かす機能があればいいというタイプで、なんかマイナスイオンとかサラサラ機能とかあるじゃないですか。全く求めていなくって、ただこれはね、結構いいやつで、なんかイオンのいいやつなんですけど、こういうね。これもカタログギフトでなんか入ってたんですよね。で、これを選んで、で、まあ壊れて、で、まあ今使ってるやつもカタログギフトなんですよ。今使ってるやつはもう本当に、あったかい、冷たいしかない、本当にもう乾かすっていう感じなんですけど、これはね、比較的長く使ったんですけど、まあ壊れちゃって、発掘していただいたので、これは捨てた気分でいたんですが、手放します。で、あとはですね、靴になります。はい。靴はですね、もう私、足が、靴ずれをするときとしないときがすごい激しいんですけど、もう安定してもう長年履いているパンプスっていうのがあって、これは多分楽天ルームにも載せてるんですけど、これちょっとごめんなさい、汚いので中見せるのあれかと思うんですけど、このふわらくっていうシリーズの、ちょっとね、すごく履いちゃってるんですけど、これ本革なんですよ。でね、すごく歩きやすくって、ちょっと汚かったらごめんなさい。私 24.5 なんですけど、このふわらくに関しては24がすごく合うんですよ。なんでかっていうと伸びるんですよね、革が。で、本当に合成じゃないので長持ちをして、これも2年くらい履いたかな。で、結局ね、これ2足あるんですよ。2足とももう手放すんですけど、すごくね。こっちは比較的新しいんですけど、私歩き方に癖があるのでかけちゃってるんですよね。で、これ2つとも手放すんですけど、私もう本当に昔から癖なんですけど、気に入ったら同じものをずっと履いちゃうっていうタイプで、もうこれ2足手放すんですけど、もうすでに2足買ってるんですよ。入れ替えが激しかったりするので、一番最初に買ったふわらくはこれではないんですよ。で、それが型落ちしちゃって、これにして、でもこれもすごく良くって、気に入りすぎて、またなくなっちゃったら嫌だっていうことで、もう2足買ってあるので、多分土曜日の動画でそれを紹介します。ということで、このふわらくですね、もう、すごい。かけちゃってる。これを2足手放します。こっちはね、もうかけちゃってるので、と思ったんですけど、こっちはね、いけるかなと思ったんですけども、中がね、歩きすぎて、めくれちゃってて、で、足にちょうどいいサイズを買ってるので、インソールとか入れちゃうと痛いじゃないですか。だからね、もうこれを機に捨てようと思います。はい。あとがですね、また靴なんですけど、捨てる靴を紹介するのもあれなんですが、これは私が捨てれずにですね、私が何て言うんでしょう、諦めが悪いので、なんとかして履こうということで履いていたという結果なんですが、ちょっともうパール取れちゃってて、こっちは美獣なんですけど、これ両方ともこれも楽天で買ったんですよね。私スウェードのこういう、ちょっとこの間、骨董市に行ったのちょっと汚いんですけど、スウェードのこういう靴が好きで買っていて、で、まあ、2足とも相変わらず同じのを買っていて、でね、ちょっともうここが剥げちゃって、でもなんかもったいないなって思ったんですよね。で、もうどうせ捨てるならデコっちゃおうということで、こういう、こっちの美獣に関してはもうなんか、持っていた美獣をね、貼り付けて、で、こっちのパールはね、私の大好きなパールなんですけど、貼り付けて、で、まぁ、ちょっとよく歩くので、剥げちゃって、ちょっと汚くなっちゃってるんですけど、もう手放すからいいやと思って。というわけで、この2つですね。この2つも手放します。という感じで、捨て活は、そんな感じ。今日ちょっとね、いつもとは違う面々だったんですが、で、捨て活記録はここで終わりになります。はい。で、この後すぐ撮るかはわからないんですけど、ちょっと服のね、入れ替えとか、この靴の入れ替えとかをするので、それをちょっと土曜日にね、そっちで断捨離動画とかしたかったんですけど、そうなってくるとね、ちょっとややこしいので、
今もややこしいんですけど、そんな感じでね、これのね、お乳のバージョンもちょっと紹介をしようと思いますので、そんな感じで第78回目の捨て活記録動画はちょっといつも完結なんですが、次の日、土曜日ですね、服変わってたらあれなんですけど、続きがありますので、そうですね、タイトルはきっと捨て活記録第78回前編とかになる可能性もあるんですが、ちょっとね、タイミングが重なって、これに関してちょっと最初登場する予定なかったんですけど、はい、そんな感じで、捨て活記録動画としてもなんと靴を4足一気に手放しますので、はい、本革のパンプスを探しの方はね、このふわらくシリーズね、本革なんですけど1万円もしなくって、私買った時は6000円くらいだったんですけど、そこからなんか店舗で1足目は買って、店舗の割引で 10% オフかなんかですごく安かったんですけど、気に入りすぎてもう1足を楽天で買いました。でも今控えている2足も楽天で買ってます。もう楽天で普通に、なんだった、靴屋さんで売っていて、楽天ルームに貼ってるんですけど、本当にね、ふわらくシリーズの本革はめちゃくちゃいいです。私もパンプスってね、このヒールのあるパンプスってもう多分ここ何年かふわらく以外履いてないんですよね。もうそれ以外はもう全部こういうペダンコを選んでるので、はい、ちょっと長くなっちゃいましたが、そんな感じで本日はですね、ちょっと異例の前編後編かみたいな感じなんですけど、手放すものを紹介いたしました。それではですね、今日の動画はこのあたりで終わりにしようかと思います。いつも最後までご視聴いただきまして本当にありがとうございます。この動画が少しでもいいなと思っていただけましたら、高評価とチャンネル登録をどうぞよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。